まずは大和王権、大和政権、大和朝廷の違いから説明するぞ。なんか似てる単語を並べてきたわね。これって一体何が違うの？簡単に説明すると、権力の範囲が違ってくるって話だな。大和王権は大和の王が持つ権力が及ぶ範囲、つまり王様の権力ってことだぜ。うんうん。それで大和政権は、大和の国の政府が持つ権力範囲、政府を構成して政治を行う権力ってことだな。最後の大和朝廷は、大和の国で天子が政治を取る場所のことだぞ。うん、全然わからないわ。まあ要するに、この三つは大体同じことを言ってるわけだ。だけど、時代交渉と呼び方に違和感があるという理由から大和朝廷、大和政権、大和王権の順番で変わっていったんだぜ。徐々に呼び方が変わっていったってことか。だな。歴史学者の間では、古墳時代にはまだ朝廷を中心とした政治体制ではなかったという意見から、その頃の政権を大和王権と表現するようになったそうだ。だから今は、古墳時代の政権を呼ぶときは大和王権と呼ぶのが一般的になってるぜ。なるほどね。意外と理解できるかも。でも大和と大和の違いって何なの？漢字の大和は日本の国語話の総称としての呼び方で、広い意味での日本のことを大和と呼んでいるぜ。確かに、今でも大和魂とかいうものね。そして養成国として、政治の中心地である畿内のことも大和の国と呼ばれていたんだ。日本全体と畿内と、どちらも大和ってややこしいわね。うん。それでカタカナの大和は政治の中心地である大和の国の中でも、特に政権の中心地があった地域の呼び方だな。大和の国の中の地域名だから、あえてカタカナ表記で大和としているんだ。ん？なんとなく理解できたような気がする。まあとりあえず、なんとなくでいいよ。じゃあここからは、その三つについて話していくぞ。うん。わかりやすさ重視でよろしくね。大和王権っていうのは、各地でバラバラだった国を一つにまとめ上げて、大和という一つの国にすることができた王権だ。古事記や日本書紀などでは若竹という王君がいたことがわかっていて、かなり広範囲を治めていたとされてるぜ。なんか同じような名前を聞いたことがある気がする。この辺りの時代は、割と竹系が多いからな。竹系。次は大和政権。大和政権は4から7世紀までの大和地方にあった政府で、その勢力圏は時代によってその範囲が変わってくるから、一概には何とも言えないぜ。現代みたいに安定とかしてなさそうだもんね。うん。どうやら最初は大和と畿内の豪族が作る連合国家だったみたいなんだけど、だんだんと支配権を広げていってたんだ。それで4世紀頃には西日本をほぼ手中に収めていて、8世紀頃には東日本までその勢力圏が広がっていったそうだ。かなりの時間と繁栄を牛耳ってたってこと？だな。つまりこの大和政権は、400年以上も地方豪族をまとめ上げることができたということになるんだ。最後に大和朝廷。朝廷とつく場合は大和の国で天皇が政治を取る場所という意味になってくるんだけど、これにはちょっとしたストーリーがあるぜ。ストーリー？というのも、大和政権は8世紀になるとほぼ東西の日本を統治するほど広がりを見せていて、それだけ大和政権の政治力は凄まじかったんだ。つまり、それだけの範囲を収められる政治力を誇っていたということになるな。確かに、大和政権一強みたいな感じだわ。そのため、実際の時代の移り変わりをよりわかりやすく分類するために、別の呼び方として登場したのが大和朝廷という言葉。そして日本は1970年頃まで古墳時代を大和時代と呼んでいて、この時代の政権を大和朝廷と呼んでいたわけだな。大和時代の政権だから大和朝廷ね。ほうほう。だけど、それ以降の発掘調査で重大な古墳が発見されたため、それまでの大和時代という呼び方はふさわしくないということになったんだ。それから大和時代を改めて、古墳時代と名を変えていったんだぜ。初めて聞いたわ。これはテストに出るっぽいわね。そのため、天皇を中心とした政治体制を朝廷と表していたから、この呼び方はどうなんだと違和感が出てきてしまうことに。そこで1980年以降は大和政権と呼び名が変わって、さらに大君が中心となって政治を主導していたことから、大和王権と呼び名が変わっていったって話だな。発掘調査で重要な古墳が見つかっちゃったから、辻褄が合わなくなっていったって感じ？だな。だけど大和朝廷という言葉が消滅したわけじゃないぞ。それから、古墳時代後期から飛鳥時代にかけての天皇の政治、中央集権的な政治の体制を大和朝廷と呼ぶようになったんだ。つまり、もともと大和時代古墳時代の政治体制を指していたものが、古墳時代後半からの天皇を中心とした政治体制を指すという風に、意味合いが変わっていったということだな。天皇といえば朝廷だもんね。確かにしっくりくるかも。うん。この三つの違いがなんとなく分かったところで、大和王権の謎について話していくぞ。あと先に言っておくけど、ややこしくなるから今回は大和王権って呼ぶことにするから。私がパニック状態にならないための配慮だね。
自分で言っちゃうんだな。まあ正直な話、大和王権が成立した時代っていうのは、正確には分かっていない。というのも、当時の日本には歴史を残す習慣がなくて、漢字やひらがなが存在しなかったからだな。文字が当たり前じゃない生活ってどんな感じなんだろ。だからこの時代のことを知る手がかりは、中国に残る古い歴史書と古墳からということになってくるわけだ。当時の日本には数多くの古墳が残されていて、3から4世紀にかけて多く作られ始めているんだぜ。古墳って、確かお墓だったよね？だな。そこに中国の歴史書を合わせてみると、古墳が日本各地に広がっていることが判明。さらに同じ形の大きいお墓が全国各地に作られていたということは、統一していた家系や組織があるということになって、それが大和王権なのではないかとされているんだ。おお、なんかマリサが歴史学者に見えてきたわ。そして大和王権の元になった国ができたのはこの頃であるとも考えられていて、4から5世紀に入った頃には、大和王権は全国をほぼ統一したと考えられているぜ。いいなぁ。私もなんか語っちゃおうかしら？くだらない話だと思うから、とりあえず今は黙っていてくれ。バレてたか。あと時代によって権力の及ぶ範囲は変わってくるけど、始まりは現在の奈良全域と京都、大阪、兵庫の一部とされているんだ。さらに奈良県の昔の名前は大和の国と呼ばれていて、大和王権と関係があることがわかるな。もろじゃん。だけど大和王権自体も実際はいつ始まり、どこにあったかははっきりしていなくて、正直なところ謎だらけだ。現在わかっていることは、大和王権の範囲は4世紀頃には西日本を統一するまでになって、8世紀頃になると東日本まで力を拡大していたということくらいだな。ミステリアスにも程があるわ。そういえばさ、大和王権と邪馬台国ってなんとなく響き似てない？いいところに気がついたな。今からちょうど、そのあたりの関係性について話そうと思ってたんだ。マリサの思考なんて、手に取るようにわかるからね。たまたま当たっただけだろ。正直に言えよ。またバレてたか。それでこの二つの国の関係性にはいろんな説があって、一つは大和王権を開いたのは邪馬台国出身の豪族という説。まず邪馬台国っていうのは、九州と近畿地方のどちらかにあったという説が有力となっているんだ。それは前に聞いた気がする。うろ覚えだけど。そして大和王権があったとされるのは奈良県を中心とした近畿地方とされていることから、邪馬台国がもし近畿地方にあったとしたら、これは大いに考えられる説だよな。場所が一緒ってことだもんね。あり得るわ。あとは、邪馬台国が大和王権に征服された説っていうのもあるんだぜ。卑弥呼が若竹に征服されたってこと？まあ厳密に言うとそうじゃないんだけど、ニュアンス的にはそんな感じだ。これは、もし大和王権が西日本へ領土を広げるために邪馬台国を攻撃したとするならば、邪馬台国は大和王権に滅ぼされたんじゃないかという説だな。つまり、どういうことなの？中国の歴史書によると、邪馬台国にいた女王卑弥呼が亡くなったのは240から249年頃とされていて、その後に男性の王が即位したんだけど政権が乱れてしまったということになってるんだ。だけど、その後に新たな女王が誕生したところ、争いが収まったとされてるぜ。みんな女王にメロメロだったのかしら？多分違うと思うぞ。それから3世紀になると、大和王権のシンボルといえる大きな古墳が登場して、592年には飛鳥時代が始まるんだ。飛鳥時代に入ると、仏教の影響もあって古墳が見られなくなっている。それで？つまり、新たな女王が即位した後から古墳が現れるまでの空白に、もしかしたら邪馬台国は大和王権に滅ぼされた可能性もあるよなって話だぜ。記録に残ってないから確認しようがないけど、その可能性はあるかもしれないわね。うん。この空白の期間がはっきりすれば、大和王権と邪馬台国との関係が明らかになるかもしれないよな。実際はどうなのか気になりすぎて、今日は寝られそうにないかも。安心しろ。なら絶対に寝られるから。どういう意味よ。最後に大和王権の中心人物、若竹大君についても話しておくか。さっき出てきた人ね。埼玉県と熊本県で発見された鉄剣から、大和王権は若竹大君が中心となっていたと記されているんだ。この鉄剣に刻まれた文によるとこの埼玉周辺にいた王様は、若竹大君に仕えていたとのこと。おお、歴史的にかなりのレアアイテムが発掘されてるじゃん。うん。そして熊本県の枝船山古墳から発見された鉄剣にも、埼玉のものと同じ若竹大君の文字が刻まれていたんだ。このことから、若竹大君が少なくとも埼玉から熊本の間を支配していた人物であるということが明らかとなったわけだな。ということで、大和王権についての解説は終わりだぜ。うん。確かに政治の始まりっぽかったんだけど、ちょっと遡りすぎかも。なんだよ。
霊夢が始まりって言ったから、より昔の話をしてやったんじゃないか。私は政治の成り立ちとか歴史が知りたかっただけで。そもそもさ、なんでいきなり政治に興味を持ち始めたんだ？明日は地球に隕石が降ってくるかもしれないぞ。どうしてくれるんだ？失礼か。雑誌に書いてあったのよ。雑誌？何が書いてあったんだ？今はインテリ女子がモテるって。今日の時間を返せ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。